もう60、70近い人らはもうほとんど、亡くなった人らはほとんど信じない。被爆したのは第五福竜丸だけではなかった。今から半世紀前に太平洋上で繰り広げられたアメリカによる水爆実験。第五福竜丸以外でも多くのマグロ漁船の乗組員たちが被爆していたのです。その封印を解いたドキュメンタリー「X 年後」の公開から2年続編が完成しました。今日はその第2弾の映画を完成させた伊藤英明監督にお越しいただきました。伊藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。伊藤さんはとてもユニークなプロフィールで、はい、実は幼稚園の先生を16年なさって、はい、その後に南海放送っていう放送局に今お仕事をされてるわけですけれども、はい、この取材対象の場所っていうのは高知なので、最初南海放送は高知県の放送局なのかなと思っていたんですけど、はい、そうではなくて、はい、愛媛県で、そうですね、テレビ局でお仕事をされていて、ディレクターをされているということで、まあ、今回この放射線を浴びた X 年後、これは伊藤さんがお書きになった、まあ、その本なんですけれども、はい、10年間このテーマを追っかけてらっしゃるということで、なぜまたこの高知の、しかもそのマグロ漁船の乗組員たちが実は被爆していたというようなことを追っかけるようになったのか、今教えていただきたいんですけど。もともと僕731部隊をテーマに番組作りたくて、でたまたまその方が高知県にいらっしゃってですね、生存者の方が。ずっと交渉してたんですけど、まあ、そのことがあって、でその731部隊で高知っていうキーワードでインターネットで検索してたら、たまたまその高校生たちに引っかかったんですよ。で高校生たちがその第五福竜丸以外のマグロ船のその被爆の実態をその解き明かしたっていうのを見て、まあ、まずは第五福竜丸以外に船があったの、被害を受けた船があったのっていうところで驚いたのと、でしかも高校生がそれを調査してたっていうことにも驚いて、まあ、とにかく確認しようということで、まあ、高知でかけていって、でその引率してた山下先生という先生にお話を聞いたっていうのがもともとのきっかけになるんです。何やないかい、なんかこれまあ言うたんやけどね、昔これかぶっちょるがこれやっぱ原初のやるわねって言うとはわしら言うたけどの。この皆うちらでも10人くらいうちの親に連れていちゃるけどね、皆も早う死にもたわ。第1弾目の、ま、映画、これはやはり 3.11 があったから映画化っていうふうになったんですかね。そうだと思いますね。たまたま福島でそういうことが起こってしまって、で突然その放射能っていうものにすごいスポットが当たったわけですよね。でまあ日本テレビで放送をして、で少し反響があって、まあ、それが一つのきっかけになって映画にしようと。ただ映画にしたのは反響があったからしたのではなくて、もうはっきりした僕の中の目的があって映画にはしたんですね。はい、その目的というのはどういう目的だったんですか？呼びかけをすることなんです。でそれはその各いろんな地域で自主上映をしてもらう。テレビはそれできないので自主上映をしていただいて、その現場に僕ができる限り出かけていって、で呼びかけをする。でそれは何かというと、海が隣接している県は港に行けば必ず被爆者の人いますから、聞き取りをしてもらえませんかっていう呼びかけなんです。で結局 X 年後は200か所ぐらいで200か所以上で上映されて、その3分の1ぐらいは僕行ったと思うんですけど、結果的には3年間呼びかけたんですけど、結果は出なかったんですね。それやってみようっていう人はなかなか出てこなかったですね。とは言ってもやっぱり映画がきっかけでこの2本目ができたと。だから呼びかけというふうにはいかなかったかもしれないんですけれども、この第2弾っていうのは、まあ、どういう背景で作ることになったんでしょうか？確かに室戸、高知県室戸市、まさに本当に現場になった場所ですけど、その場所で、元被爆者の方が企画をして上映をしてくださって、これ自体が僕にとって奇跡的なことなんですけど、でそれを見た遺族の方が、聞き取りをしようっていうことになって、僕はそれを密着したわけですけど、確かにね、これはね一つのその、進歩というか成果ではあるだと思うんですけど、ただ成果としてはあまりに悲しい成果なんですよ。これはだってその事件をね、遺族の人や当事者が聞き取りをしないといけないっていう、これ一番過酷な現実がここにあるわけです。室戸の上映会などあるいは今回の映画をきっかけに、自分は遺族だったんだっていうことを自覚した人、その川口美沙さんという、12歳の時にお父さんを亡くされたっていう遺族の方、こういった方々が登場はしているけれども、第2弾というのはそういう意味ではすごい成果の先にあったものというよりはまた違う捉え方をされてるってことなんですか？まさにX年後っていうタイトルをつけてるんですけど、結果的に言うとX年後にそういう過酷な状態があるっていう現実があるっていうことだと思うんです。でこの事件が起こってからもう本当に半世紀以上が過ぎた状態で、そこでやっと今言われたように遺族の方が気が付いたとか、遺族の方が動き始めたっていう現実があるということなんですよね。その時も夕方ね、日の暮れ、日がおじさんがね、水面で消えていたらボコッとまた出てきた時、おじさんが割れたようだよね。おさんにも知らへんで、もうもうこれやけど誰も知らない。一切やっぱり言わん、こんなんあったぞいうがやっぱり言われんもんと思うちょった。お兄さん言われちょうがやで、魚が売れんようなるけ言うなということ。この、映画の中で非常に私にとってはまさにずっと福島の問題を取材しているから特に印象に残ったのが、やはりこの長い間ですね、人々が口を閉ざさざるを得なかった、あるいは口を閉ざし続けてきたっていうのは、例えば海辺のね地域、あるいは取材をされている漁師さんたちと触れ合う中でどういうふうにお感じになっていらっしゃいますか？観光令っていう、それはもうだからまさに風評被害ですよね。言うと魚が売れなくなるっていう。でそういう思いと、それからそれを食べる側ですよね。食べる側っていうのは当時まさにタンパク源だったから食べないといけないと。でそれに対して政府のお墨付きが出て安全だと。で食べられる、売れるっていう構図ですよね。でそういうものがあって、でこの事件に早く幕を引きたいっていう、政府の思いとかそういうものがすごく一致して、本当に極限の状態で記憶が封印されたんだと思うんですよ。よくねメディアがね黙ってたとか言わなかったとかっていうことを特に上映会場で言われたりするんですけど、そうじゃなくてメディアはもう連日のように新聞で書き立てて、でたくさんの被爆船が入港してきた、魚が被爆してた、でそれから日本列島が被爆して日本中がパニックになった、ノイローゼになった、でそれからもう放射能の強烈な雨が降った、でも大騒動してるんですよね。でそれだけの大騒動の記憶がどこからか本当に見事に消えて、で今記憶残ってるのは雨に当たると髪の毛が抜けるっていう言葉と、第五福竜丸事件っていうこの2つの言葉だけが残ってて、これだけの大事件がこれだけ記憶消えてるっていうことは今改めて僕らが考えないとまた同じことが起こってしまう可能性もあるんじゃないかなというふうに思うんです。この映画の中では全国的に汚染されてたということで、土壌のというか古い家屋の床下の調査をしているという場面もあって、ああいう形で立証というか実験して入れたっていうのは何か意味というか思いがあるんでしょうか？いやもうこれは知ってもらいたいですね本当に。例えば映画の中に出てくる福岡県35万カウントから鹿児島が24万カウントで沖縄が17万カウント、当時の魚の廃棄基準100カウントですから、とんでもないような放射能の雨がこの日本全土を降ってるわけですよね。で現在の土壌にまだ人工放射性物質、まだ核実験による放射性物質がフォールアウトしたものがあるということは今回の映画ではっきりしてます。ということは現在は確かに微量ですから人体に影響あるほどではないかもしれませんけど、遡っていくと半減期考えると1990年代1962年に核実験40回やってますから、太平洋上で。その時出たセシウムやストロンチウム90だけ考えても29年後1991年ですかね、1991年にやっと半減している状態です。そういう状態がこの日本列島土壌にあったということを我々を知らないっと、僕だからその福島にあった時に今の現在の土壌というのはバックグラウンドだと、自然放射能今言われまして自然放射能だっていうふうに言われ方して僕ちょっと驚いたんですけど。はいそういう今まで自分たちがその放射性物質によって何らか体に対して影響を受け続けてる、それはもう魚もそうですけど、そういう状態の上にまた福島があるんだということを認識しないと、基準値を下回ってるから食べていいよっていうのは自分の体でゼロだったらいいんですけど、ずっと影響を受け続けてきているところにさらにプラスアルファするってことを考えると、基準値から下回ってるからいいとかっていう話ではなくなってくるので、そこを日本中の人たち皆さんが一回知っていただきたいですよね。よくね、日本は唯一の被爆国というような言い方をして、その被爆国の爆は広島と長崎について言及することが多いわけですけれども、実際に水爆事件により幅広い地域が被爆をし、もちろん原発事故もその後あって、幅広い被爆が起きているんだなっていうことをね、改めてこの映画を通じて、つまり自分たちがその認識を持たない限り、まさに X 年後何が起こるか分かんないっていうことをすごいタイトルからも感じさせてもらえるし、映画からも感じさせてもらえるかなというふうに思います。で、伊藤さんたちの、あるいは山下さんたちの努力によって、今まで政府が否定していたその測ってないぞと、船員たちの放射能は測ってないと、しかもそんなもの知らないと言ってたものがやっぱりありましたっていうことで、去年厚生労働省が公開をして、でしかも影響ありませんというようなことを言って、今年から61年目にしてですね、健康診断を始めたと。実際にそういう状況の変化について取材されている対象者の方とか、どういう思いでこう見てらっしゃるんですか？被爆した船っていうのは当時延べ992隻っていうのが、何らかの形で被爆してたと。でそれが全部もしあるとしたら延べ992隻分になると、相当な枚数のレポートがないといけない、書類がないといけないんですけど、出てきたのはその中のおそらく一部じゃないかなと思うんですけども。で今回僕たちが出てきた文章で一つ明らかになったことで嬉しかったことは、船員手帳が残っている人たちっていうのは、これは公的な証明書ですから、昭和29年、検査は10ヶ月しかしてないんですけど、その検査をしている間に乗ってた船が特定できる、それからその船がどういう形で被爆してたかってことは分かるということで、その人が被爆してたかどうかってことは明らかになるという状態があるんですね。ただ明らかになったからといって、じゃあ何かあるのかというと、何も今のところないんです。でこれから問題になってくるのは線量だと思うんですね。でどれぐらい被爆してたのか、で当時の厚生省がそれに対して指導をしないといけない数値だったのかどうかってことは、これから議論になっていくんだと思うんですけど、でそれで僕の中で今度悲しいところは、核実験は18年間120回やって、で記録があるのは10ヶ月間で、その中の6回の核実験の分しかないんですよね。でそれ以外の前後のものっていうのは今のところないんです。でその間被爆してたであろう船の証明って全くできないっていう状況があって、でここでその部分だけで、論じないといけないっていうところがすごく残念なんですね。ですから福島っていうのはぜひとも何があろうともデータを記録するってことがすごく大事になっていくんだろうと思うんですけど、このビキニ事件に関してはそういうところがないというのが一つの現実になってると。でそれと健康相談会に関しては高知県が行ってます。で土佐清水は地元の方で精力的に動いている方がいらっしゃって、その方が一生懸命動かれて、たくさんの方に声をかけて、でかなりの遺族の方、被爆者の方が来られたという状況があります。それは一つの動きなんだろうなとは思いつつも、それが次へつながって行ってほしいなという思いはすごくあります。室戸もそうですね。僕はですね、一番僕が大事だと思うのは、今室戸市を取材しててね、つくづくと思うんですけど、できる限り遺族や被爆者の人に寄り添うことだと思うんですよ。それはその一軒一軒を訪ねをしてお話を聞くっていうことをまずやらないといけない。でそれと僕は今回X年後の2でどうしてもやりたいことはモデルとして僕今回映像を作ってるんですね。作品性というよりも僕はそのツールとしてやっぱり映画考えてるので、で川口さんたちが聞き取りをして、あこうやって聞き取りできるんだなって、私もできるんじゃないかなって、おんちゃんって元気いいってこう言って、おんちゃんなんか乗っ取ったらしいねって話聞く、あでも私でもできるんじゃないのっていうことで、例えば鹿児島とか静岡とか神奈川とか宮城とか被爆線がたくさんあるところでまだ全く手つかずのところいっぱいあるんですよね。そういうところでそういう人が動いてくれて、でそういう情報がどこかで集約されていくっていうことができれば、それがいつかその解決に向けての力になっていくんだろうと。でそれいつかは僕もわからないんです。やっぱり被爆者の人たちや遺族の人たちと一緒に寄り添って、一緒に何かの大きな動きを作っていくってことが、僕はその事件を解決するためですごく大事だと思うんですよね。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。